らかに体育会の人間としても扱われてしまいます。明るくて外交的で協調性があって、内向的っていうふうに話したところであんまり加点にならないと思う。まあ、外交的な方で言った方が現実的なのかなと思ってるんですけど、うまく使い分けて自分らしく楽しむこともできるし、ちゃんと成果を出しに行くこともできるし、どうもこんにちは、信頼ヤリーメンバーのバラマツです。今回は就活ダッシュというキャリアに真剣に悩む就活生が大人の方に相談する企画なんですが、前回の動画で田中くんがその志望動機打ちゃなくてもいいよねっていうことを言われてしまうことに関してのお悩み相談を解決できたんですが、まだもう一つ悩みがあるということで、二つ目のお悩みに行きたいと思います。ということで田中くん、二つ目のお悩みをお願いします。二つ目の悩みは、自分が面接に行った時にあなたはこういう人なんですねって言われる印象と本当の自分が結構かけ離れてるっていう問題です。こういう風な人だねって面接で言われるのはどういう田中君なんですか？自己紹介をするときにラグビーをやっていた、ボディービルをやっていた、でウェブメディアを運営していたっていうことを主に話してるんですけど、明らかに体育会の人間としても扱われてしまいます。明るくて外交的で協調性があってっていうところが結構見られていて、そういう人なのを前提になんか質問が飛んでくる感じなんですけど、僕としては結構内向的で一人で何かを継続するとか勤勉に頑張るみたいなのが好きでっていう部分があるので、なんでそう映っちゃうんだろうっていうか、これは解消しに行った方がいいのかどうかって悩んでます。いかがでしょうか？それ以外に外交的であるイメージとか言われたことってあるんですか？初対面の人と仲良くできるっていうのも、まあ、あくまでそういうふうに頑張ってはいるけど、終わったら辛いかなっていうふうに思ってしまう自分の方が結構大きいので、っていう感じです。例えばサークルで 5,6 人とかでみんなに共通する話題みたいなのを見つけて全体を盛り上げるみたいなのは疲れるなっていうか、面白くないなって思うんでしょう。差し飲みでこの人がどこにつまずいてどこに苦しんでるかみたいなのが聞けた方がすごい楽しいです。なんか10人ぐらいとかに行って終わった後に虚無感が襲ってくる感じです。喋れなかったわみたいな。内向的っていう風に話したところであんまり加点にならないと思うので、まあ外向的な方で行った方が現実的なのかなと思ってるんですけど、じゃあ意識して外向的なエピソード話しているなっていう感覚なんですね。はいはい、そうですね。ウェブメディアも運営していたんですけど、本当は結構一人でやってるんです。でもチームで3人で協調して役割を分担してやってますっていう感じで、ね、そうなんですね。本当の自分っぽい内向的な部分を面接の場で出してしまうと、なんかマイナスな印象になるっていうところが懸念なのかなって思ったんですけど、はい、なんでこうそういうふうに思われるんですかね。例えば広告代理店とかだとクライアントワーク、常にメディア側と広告主側と板挟みになって、どっちにも顔色を伺ってやっていかないといけないところがあるので、内向的だと多分務まらないと思います。広告代理店とか志望する場合には、そういうどっちに対してもいい顔というか柔軟に対応できるコミュ力、外向的な姿勢が必要なのかなと思って喋ってるんですけど、外向的な部分だけ見せて選考を受かって内定して入社した時にしんどい思いするんじゃないかなっていうのはあります。好きだなと思いますか、そういう風にやってる自分？好きとまではいかないんですけど、ただ拒否感は別にないです。だからどっちも本当なんですよね。外向的な風に振る舞って楽しい時もあるし、終わってから内向的に戻る自分もいるし、どっちもなんか嘘ついてるわけじゃないので、っていう感じです。企画職とか考えてアイディアを作らないといけない時は内向的な方を発揮した方がいいし、営業職としてもすでにあるものをいかに売りに行くとか、関係者全員が納得するような結論が出すのかみたいなところだったら外向的な方がいいし、そういう職種によっても違うかな。逆に言うとなんか田中さんは無敵なのかなって思ってて、どっちも持ってるから、うまく使い分けてことに合わせて自分の使い分けができる最強人材に感じました。 ありがとうございます。なんか内向的イコールネガティブ、外向的イコールポジティブみたいな感じで最初説明されてたと思うんですけど、話聞いてるとその1対1でこう真剣に向き合うっていうところが、もしかしたらイコール内向的の具体例 で、 でもそれでいうと全然ネガティブなイメージというよりかはむしろポジティブで、そう考えるとどっちもすごく素敵な側面だなって思ったので、生かしどころだと思ってて、全てに対して生かせる強みでないと思うんですよね。この人にとってはこうとか、こういうことにとってはこうみたいな感じで、それぞれ強みの生かしどころがあると思うので、そこの見極めができれば大丈夫かなって思います。わかりました。今
今の話だと外交的なのも本物の田中くんで、うん、内向的なのも本物の田中くんじゃないですか、うんうん、今の面接のスタイルだと外交的なこう一側面だけを見られている、うん、なんかまあそっちを出してるっていう感じだと思うんですけど、それで受かるとしたらそっちで生き続けた方がいいのか、うん、もしくは内向的というか今見せてない部分もちゃんと見せた上で総合的に評価してもらえた方が受かるしミスマッチもないのか、そのあたりのバランスはどうすればいいですか。前者を続けた時に1つ目の方にもちょっとつながると思うんですけど、うん、やっぱ自分がそういう風に演じ続けてるような感覚になったりとか、うん、違和感を感じすぎるようであればおそらくミスマッチになっていくと思うので、うん、やめた方がいいと思うけど、そこに対して違和感がないんだったらそれで突き進んでもいいと思います、うん、でさっきおっしゃってた後者の方で言うとベストはやっぱそこかなとは思いつつも、新卒で新しい会社に入っていくってなった時にまだ何もこうスキルがない状態で入っていくからこそ、その会社がこの人をどう育てるかっていうそことかにも絡んでくる気がしているので、うん、見極めになるかなとは思うけど、今の選択肢はまあベストっちゃベストみたいな感覚、うん、で外交イコールネガティブみたいなふうに認識をしてますよっていう感じで伝えるとやっぱ相手にそう伝わってしまうと思うから、うん、内向的っていう言葉が相手がネガティブに捉えそうであればちょっと別の言い方に変換をするなり、人とやっぱじっくり向き合うだったりとか、うん、傾聴するとか、うん、何かしらの言葉にこう変換をして伝えられるようなエピソードを持ってしていくっていう感じですかね、うん、内向的なところに良さを見つけて伝えるべきだっていうのがすごい今分かったんですけど、うん、その上であなたの弱みは何ですかって言われた時に、うん、本当に内向的で大人数の中で萎縮してしまうとか、うん、そういう本当の悩みは言ってもいいんですか。弱みと強みとか表裏一体とかよく言われるかなって思うんですけど、本当に無意識にやれてしまうことがまあ強みであって、やっぱ無意識にやれちゃうからこそ他の人よりも度外が上回って強みって表出されると思うんですね。でそれが行き過ぎると多分他の人から見るとあそこまでみたいな感じになるから、おそらく弱みになりうるのかなって思ってて、さっきの話で言うと田中さんの強みってきっと一人で黙々何かに没頭できることだと思うけど、それを周りを全く見ずにやりすぎちゃうことで気づいたら仕事がパンクしてるだったりとか他が進んでないっていうことに気づかなかったりするのは確かにいい影響じゃないかもしれないっていうふうに、強みが行き過ぎちゃってこうなってますよっていうような形でお伝えができると全然大丈夫、問題ないかなって思うし、自覚があるんですよっていうのをいかに相手に伝えられるかかなと思います。客観視できてるっていう。そうです、そうです。それがあるから悪いとかではなくって、うん、自覚はありますと。ただ自覚はあるけどやっぱそうなっちゃう時もあります、うん、なのでうまくコントロールしていけるように頑張りますっていうところまでセットで言えると完璧です。あ、わかりました、ありがとうございます。ということで今回田中くんに2つのお悩みを相談してもらったんですけど、トータルでの感想がもしあればぜひお願いします。思っていたよりも壁打ち感というか、投げたボールがそのまま返ってくるという感じがして、降ってくる感じじゃなくて返ってくる感じがすごいしたので、なんとかすごく高いです、はい、今回相談に乗ってくださった井下さんのツイッターは概要欄に貼ってありますので、もしご興味ある方いましたらぜひフォローしてください。ということで田中くん、井下さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。